ございます。カモンマテリアル。マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。坂上の日村です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい。ということで、はい、もうすごいね、でもなんか12月17日ですね。半ば。もう半分超えたよ。超えた。超えたよ。あと2週間で終わりやで。すごいね、なんかね。はい。で、これね、なんでこうなってるのかっていうと、はい、あのちゃんとほら、あの7日ずつ辿っていくと最後の日が、あの大晦日になんなんのよ、今年、ね。だから最後の土曜日がね、うん、だからこの配信が大晦日配信っていう形になるっていうなんかすごい感じの、なんでこんな あれになってんやろって思うぐらいすごいことになってますけど、はい、大晦日楽しみにしててください。はい、はいはいはい、ということで今日はですね、12月17日なんですけども、はい、どんな日なんでしょうか。はい、この日なんだ日です、はい、今日は飛行機の日です。うん、はい、1903年、うん、明治36年の12月に、17日、はい、アメリカノースカロライナ州において、はい、ライト兄弟が、フライト、ライトフライヤー号で、うん、はい、動力飛行機の初飛行に成功した日となっております、はい、ね、だからこれね、そのほら、人、あのほら、飛行機のね歴史ってあるわけですよ。だから人力飛行から始まって、うん、でこの動力飛行っていうところがポイントで、うん、要は動力ってそれまでね、あの内燃機関なんだけど、うん、結局ほら、あの汽車ポッポとかでかいわけですよ、はい、でも自動車のエンジンができて、うん、要は小型化したわけですよ、うん、そうですね、だいぶちっちゃくなる、ね、そう、うん、ほんで、この自動車のエンジンを使って飛行機を作ったのがライト兄弟なんですよ、うん、自動車のエンジンを使ったんですね。そうです、最初はね、うん、はい、なので、あのやっぱだから最初すごいバリ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 音になって、うん、すごい上手かったでしょうね。そういう流れが来ていて、この飛行機なんですよね。すごい。でしかも何回も落ちて失敗してますから ね。命がけなんですよ、本当に。この日にね、4回飛行が試みられて、うんうんうん、1回目の飛行が12秒、うん、で36メートル、はいはい、36.5 メートル、はいはいはい、ですごいな。で4回目が59秒飛行してたらしくて、だいぶいったよね、はあ、259.6 っていう結果だったそうです、はい、まあ、だからそうやって人類がね、その少しずつ少しずつその飛行距離を伸ばしていって今飛んでるという、ね、今舞い上がれだ ね、もう毎朝舞い上がってますよね。こんな風に練習するんやって、ね、ちょっとドラマでわかるっていう ね、あれすごいっすよ、ね、なんかね、もう落ちる、落ちそうじゃないですか、なんかちょっと失敗したらそうでも落ちなくなってるんですね、ちゃんと ね、すごい進化ですね。あのだってほら、なんていうの、自動車の教習所やったらわかるやんか、うんうんうん、あの隣に先生おって、うんうん、でこうやってブレーキバーって踏んでくれて、うん、それで止まるとかあるやんか。あれだってあの飛行機もね、はい、教官がね、I have control って言いながら、あのそうそう、キッカー校舎ね、You have control って言って取られるわけやろ、岩倉学生返事はとか言って、そうそうそう、ハマりすぎて、うん、いやいやいや、なかなかね、見れないものを見てるような気がしますね。すごいなと思いますね。はい、はい、うん、はい、そしてもう一つ、はい、明治ヨーグルト、明治ブルガリアヨーグルトの日です、はいはいはい、国名抜かしたんだよ。そうですね、はい、はい、東京中央区に本社を置く明治ブルガリアヨーグルトなど乳製品を扱う明治が制定いたしました、はいはいはい、明治ブルガリアヨーグルトはヨーグルトの本場であるブルガリアから認められたヨーグルトとして、はい、すごいよ ね、うん、1973年、昭和48年の12月17日に発売がされました、うん、ブルガリア政府との長い交渉の結果として、うん、国名を商品名に使用することができるようになったそうです。これだって国名やもん ね、うん、ね、だからなんか明治日本ヨーグルトとかって言ってんのと一緒やんか、うん、そうですね、ね、そうでしょいやいやいや、そうやんか、そ そういうことやんか、明治ブルガリアヨーグルトやんかね、ね、すごいよね、よくブルガリアが許したよねっていう、ね、それだけしっかりした、そうですよ ね、ちゃんとした商品をね作らんと、そんな、うんうん、国名をなぜ使いたかったかっていうのも知りたいです、ね、あ、それはね、あれなんですよ、ブルガリアヨーグルトっていうのがヨーグルトの世界の中では、うん、あのすごい、あのブランド価値が高い、うん、そうですよ。でもその国名以外にも何かあったのかなとか、あ、うん、そんなのも知りたいなと思いますね。なるほどね、うん、
まあまあだからヨーグルトの本場はブルガリアってことなんだよ ね、それが一番そういうことですね。だってめっちゃ耳に残りますもんね。明治ブルガリアヨーグルトちょっとずれてるんですよ。ハモってるんです。あ、そうハモってたか。ハモってたか。まあまあまあ、まあ、いいしょいいしょ、はいはいはい、ということで、はい、ブルガリアヨーグルトの人、はいはい、以上です。はい、はい、ということでじゃあ今日はですね、はい、今日の、このプレゼンありかなしか、はい、はですね、なんと挑戦者がスタジオに来てくれてます。いや嬉しい、めっちゃ嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいよね。なんかいつもね、うん、あのなんか V を見ながら、うん、うんって見てるって言うんじゃなくて、人が来てくれるってすごい嬉しいですね。来てくれるのは嬉しい。はい、はい、ということで、うん、今日の挑戦者、はい、八柳さん、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、八柳さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本当にね、もう久々にあのプレゼンしていただくのですごい嬉しいんですけど、はい、まずはですね、自己紹介していただいてよろしいですか。はい、泊まり木クリエイターズっていう団体の代表をしております、八柳まごいちです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まごいちさん、はい、なんかもうちょっと歴史好きな人間にはまごいちっていう名前がちょっと引っかかるんですけど、はい、まあ、ちょっと今日はスルーしときますね。はい、すみません、スルーします、あえて。はい、で、どんな泊まり木クリエイターズってまず何なんですか。まあ、うちはこれから、まあ、羽ばたいていく人を応援したい、うん、企画集団として、はい、児童福祉施設で上演を行ったりとか、はい、あとは学生を応援するような演劇企画を行ったりとか、はい、まあ、他にも地域向け の、はい、演劇企画とかをやっている団体っていう感じです。なるほど、なるほど、なるほど。はいはいはい。で、今日はどういう内容のプレゼンを。はい、今回は、はい、映画を見た後に、はい、トークをするっていうような泊まり木カフェという企画をさせていただきたいと思っております。はい、なるほど、はい、じゃあまあそれはね、どういう内容なのかはちょっとプレゼンでね、ゆっくり説明していただこうと思います。はい、じゃあ準備はよろしいですか。はい、はい、大丈夫です。はい、ではいきますね。大丈夫ですか。はい、大丈夫。ちょっと緊張されてるんです、はい、ちょっと緊張されてる。あのみんなあのその もうちょっと優しい目で見て、はい、いきますよ。はい、はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。はい、どうぞ。はい、泊まり木クリエイターズ代表の八柳まごいちです。さて、今回映画を作りまして、不登校を題材にした絆王子と無限の一歩っていうね、映画を我々先ほど自己紹介で演劇してる団体やでって言ったんですけど、もうマテリアルさんがもうすごくお世話になりまして、なんとか映画を作ることができております、はいはい、でそこでその映画を見た後にお話をするという企画をさせていただければなって思います。うん、ところで、まあ、僕ら小さな劇場で、もう小さな劇場って演劇をあまり見られない方でしたら、お客さん100人ぐらい、200人ぐらいかなっていうところは、僕ら本当に子ども15人相手に役者が演じるとか、そういった企画とかやってまして、本当に役者と客席が近いっていうところで、うん、でマテリアルさんの魅力も、うん、映画を少人数で見るっていうところで、はい、なかなかその親近感を持ってというか、映画と自分が近い距離で見れる、うん、そのやっぱりそのすごくでかいスクリーンで見るのもいいけども間近に迫ってくるスクリーンがあるっていうのもいいなっていうところが魅力だと思うんですね。はい、そこでなんですけども、はい、全然話変わるんですけど、変わるんですか。不登校の映画撮ってまして、はい、皆さん不登校って今、うん、子どもたちって増えてるか減ってるかってどちらかご存知ですか。今は減ってるって聞きますけどね。子どもが減って少子高齢化やのに不登校の子どもが増えてますか。どうでしょう。まあこれ増えてるんですよね。そうですね。今そうですね。いろんなところで実は話題にはなってるんで、ニュースとかよく見ると思うんで増えていて、まあまあ24万人ぐらいっていうところですね。でもっとまあ発表されてるだけで24万人以上っていうところなんで、本当はもっと潜在的にいるんじゃないかと言われております。で、ただ僕らがそこ大その人数が増えてるとか多いっていうところが、とか他にもコロナの影響じゃないかとか、はいはいはい、今の子供たちはこうやからとか、うんうんうん、そういうことは
どうでもいいんですよ。どうでもいいは言い過ぎなんですよ。じゃあ実際のところ、うん、当事者たちはどう思ってるのかとか、うん、今じゃあその当事者たちがよりきちっと学べる環境を整えるためにはどうしたらいいのか、一体何に困ってるんだろうとか、うん、そこにあんまり目を向けられていないんじゃないかなっていうことをすごく僕は思っていて、で、まあ、本業僕働きながらお芝居作ったりしてるんですけども、はい、まあ、発達障害の子どもや不登校の子どもたちを支えるっていう仕事をしてて、はい、やっぱりこの子たちにとってどれだけ不登校の子どもがいるかとか、どれだけ発達障害の人が多いとか、最近新大人発達障害があるとか、うん、増えてるとか言われてるんですけど、そこはどうでもよくて、うん、じゃあこの子たちに何をしてあげられるだろうとか、うん、どうしたら今置かれてる状況、いろんな不登校とか発達障害の子たちが抱えてる問題を理解してもらえるだろうっていうところを何かでできないかなって思ったんですよね。で、まあ、映画とかでまあ、お芝居で発達障害と不登校を題材にしたお芝居を作ったりもしてきたんですけど、はい、今回物語を通してだったら、うん、その全体の人数がどうやってニュースやったらそっちが気になってしまうんですけど、うん、物語を通してだったら当事者の気持ちとか今どんなことを抱えてるんだろうっていうことがすごく伝わるんじゃないかなって思うんですよね、うん、なんでそのどうしてもその自分じゃない人のことって本人じゃないとわからないと思うんですよね、うん、だから僕がこんだけこんなことで悩んでいますって、僕が視力が低くて困ってます、眼鏡かけないと前が見えないんですって言っても、そのアフリカでバリバリのマサイ族やってる方々にとっては、うん、いやでも俺視力2あるしって言われてしまうと大変やろうけど気持ちは分からへんわってなると思うんですよね、うんうん、だいぶ極端なんですけど、うん、なんでそのじゃあどうしたらっていう、何に困ってんのとかどうしたらいいんやろうっていうところを考えた時に、やっぱりその映画を見て、あ、こんな気持ちあるんやとか、こんなことで悩んでるのかっていうのが、まあまあよりその映画とかってその、まあ、その登場人物に感情移入ができたりとか、うん、自分を投影できるっていう効果があるのかなって思ってるので、うん、まあ、そういったことができるんじゃないかなって思ってます、はい、さてでも、うん、映画を作るだけで終わるんじゃなくて、はい、ここマテリアルさんだからこそできるんじゃないかって思っていることがあります、はい、それがマテリアルさんは映画のスクリーンと客席が近い劇場っていうところがあって、はい、でそのたくさんの人にお話しするよりもその身近な人たち、近くにいる人たちにお話しする方がそのいろんなことが伝わりやすいなっていうことがあると思ってまして、福祉や教育の専門家の人たちや、その何かを悩みを抱えている当事者の人たちがお話をする機会を作りながら、お客さんにその不登校のこととかをより心に染みる形で伝えることができるようにしたいなと思って、ただその映画を見るだけじゃなくて、映画を見終わった後に当事者や支援者の方に登壇していただいて、しっかりお話を聞きながら、もしでもお客さんもきっと喋りたいことあるんちゃうかなって思うんですよね、うん、映画を見て、あ、この映画面白かったな、この気持ちを共感したいな、共有したいなとか、他にも、まあ福祉や教育の題材を使っているので、このテーマの映画を見たらこのテーマについて誰かとお話ししたいなって思った時に、うん、こういう少人数のスペースだったらそれが叶うんじゃないかなっていうこと思ってもらいますので、私が提案いたします泊まり木カフェでは、まあ、映画をしっかり見た後にお話をじっくりするという企画を提案いたします、はい、以上です。おお、はい、あと3分ありますよ。あと3分、あと3分、あと3分ありますね、はい、まあそうなんですよね。だからその要するにそのどうするとかこうするとかっていうより、まずはその、
なんですか、その人に寄り添うというか、そういうことなんですよね。そうですね。だからなんか数字で見てああだこうだとかっていうんじゃなくて、本当に今必要とされているものが何かってやっぱ対話しないと分かんないですもんね。そうですね。で、あの一番その、うん、あの僕がその統計データが、まあ、あの文科省が出しているデータを見て、うんうん、まあ、人数がこんだけ手数以外にもいろいろ出てるんですけども、はい、一番気になったことが、はい、その相談できてない人がめちゃくちゃ多 い。なるほどなるほどなるほど。だから誰にも相談できながら、あの、うん、まあ、学校 に通えてないというところで、うん、まあ、学校とは相談はそりゃしてはるとは思うんですけども、うんうんうん、じゃ他の外部機関であったりとか、うん、知り合いになかなか相談できてる人が少ないよっていうデータも出てるんですね。他にも不登校の理由が何なのかっていう調査文科省を出してるんですけど、ほとんどの回答が無気力っていうのが半数近くに達してるんですよ、結果が。なるほど、なんか半で落ちたような感じになってるんですね。そうですね、はい、ただその無気力って誰が出してるのっていうのが、ね、そうですよね、学校の先生が出してるんですよ。そうですよね、うん、なのでその当事者や保護者の方が出して、うん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 、あ無気力ですって出してるわけじゃないので、うん、そのかなり食い違いがあるって言われてるんですね。とかその無気力っておかしいですよね。そうですね、確かにその何か脱力状態とかなかなか力の入らない状態とか、まあまあ乖離状態と呼ばれる状態だったりとかすると思うんですけども、はいはい、ただじゃあそれが半数占めててそれが原因っていうのもなっていう状況ですよね。そうですね、倦怠感とかなんか分からへんけど、なんかその動く気力がないっていうことやねんけど、それって要するにモチベーションがなんか上がらないっていうことなんですよね、多分ね。そうですね、なんか、うん、まあまあ充電、はい、不登校で充電することによってもう一回動き出せるようになりますよっていう、はい、子供もいたりはするんですけども、でもその無気力で一括りにされる量が多すぎるようなっていう。心は思ったりして、その、まあ、伝えたいこととしてはいろんなケースがあります。本当にいろんなケースで、原因はこれっていうことを断言することはできないんですけども、まあ、実際取られてるデータと当事者たちの気持ちっていうのはすごく乖離してるなっていう印象あるかな。具体的な、ね、答えっていうのがやっぱりどうやって導き出せるかっていうところですよね。なかなか出ないかもしれないです。だからこそやっぱり話していかなきゃいけないんですよね。そうですね、なので話し合う機会を作って、まあまあこれが答えっていうのは絶対に出ないと思うんですけど、ただよりあこんなこともあるんやとか、じゃあこういうふうに支えていこうかとか、もし自分が身近な人が何か悩んだり困ったり時にこういうふうに手を差し伸べたらとか、まあ、こういうふうな形のスタイルやったら、まあ、新しい学び方の提案とかできるよねっていう、まあ、そっちのポジティブな面でも考えられたりするのかなっていうことを思ったりしております。はい、はい、ということで時間きました。はい、まあまあまあそうですよね。だからやっぱり分かんないんですよ、正直言って。誰にも分かんないんですね、答えがないから。で対処法もそれぞれ違うし、でそれをなんか無気力って一括りにしちゃったりとかじゃなくてね、ちょっとずつ話しながら、硬いのがちょっと柔らかくなっていったりとかすれば変わっていくかもしれないしみたいな、そのきっかけになればね、そうですね、いいんだろうなっていう気はするんですけども。さてじゃあ、まあ、すいません、プレゼンなので、これは誰がやんの？俺やんな、多分せやろなと思って。そっち側は罰出せないからね。はい、僕が出すことに、いや僕は別に罰出すことになるっていう話じゃないんですけど、僕がこれをやる形になるので判定をすることになりましたので、はい、判定したいと思います。はい、それではこのプレゼンありかなしか判定。やらなあかんしね。もう絶対必要ですよ、それ。うん、これをこの、その、まあ、泊まり木カフェをね、必要としてる人はすごいたくさんいると思うんですよね。でもいっぱいでやっちゃうとこう対応できないしね、一人ずつの話で聞けなくなっちゃいますもんね。だからこの、まあ、マイクロシアターというか、この、ムービーズカフェマテリアルダニマジのこのね、最大でも20人っていうスペースは逆に言うと利点なんですよね。はい、だから一人一人のお話もちゃんと聞けるし、ね、聞きたかったら質問もしやすいしみたいな、そういう感じになると思いますんで、19日、ね、はい、19時半からスタートしますので、はい、ということですので、ぜひ19日、まあ、これまた予約かなんかいるんですかね。はい、そうですね、はい、やるそうなので、ぜひ来ていただければと
いうことですね。まずは19日よね。そうですね。19日から、はい、過去の舞台映像のひばりを育ってもっていう、はいはい、発達障害と不登校を扱った舞台映像を見ていただいて、はいはい、でさまざまな発達障害の登場人物たちが、うん、登場しますので、うんうん、19日は、まあ、実際に支援の現場で働いている言語聴覚士さんに来ていただいて、はい、まあお話をしていければなと。言語聴覚士ってまたこれがね、うん、なかなか聞かない職業ですよね、うん、はい。どういうことなのかというのは、まあ、来ていただいたら、分かっていただけるんじゃないかなと思います。はい、それとまた1月の方に、はい、こちらの方の映画の方も、はい、不登校の映画を見た後に、はい、7日と8日とゲストの方が異なってて、7日は出演者の方にとお話をしていただいて、はい、まあ、8日の方は教育関係の方が来ていただいて、はい、まあ、実際の現場のこととかお話ししながら、皆さん見に来ていただいた皆様のお話も聞ければなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はですね、八柳孫一さんに、プレゼンしていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、あゆみ。はい、はい、おはようございます。はい、はい、はい、お店の情報です。はい、はい、本日と明日、チョイスの日がございます。はい、はい、前回もね、はい、グッチョイで話した、はい、ママミヤ。ママミヤ。はい、はい、と、ミスター&ミセススパイ。何回も笑うの。ミスター&ミセススパイ。こちら2本を楽しみたいと思いますので、はい、ぜひぜひお越しください。はい、ワンチョイス1,500円、ドリンクお貸し付きとなっております。はい、はい、今日は2時から。うん、ママミーヤがありますので、はいはいはい、ぜひぜひ皆さん今日ですよ、はい、お越しください。幸せになってください。幸せになりましょう。はい、はいはい、そして19日ですね、はい、たまにカフェ、はいはい、1回目のたまにカフェをやりますので、はい、ぜひぜひお越しください、19時、スタートになりまして19時半スタートですね、はいはい、19時から入場できますので、ぜひぜひ皆さんね、はい、教育について考えていかないといけないので、はい、ぜひぜひお越しください。はい、ゲストの方も来られますのでね、お越しください、はい、お待ちしております、はい、そして料金は2,000円となっております、はい、お願いいたします。そしてクリスマス企画、23、24、25レンタルスペースが貸し出しております、はい、5,000円で、3時間5,000円で、レンタルしておりますので、はい、4枠ございます。9時、12時半、16時、19時半の4枠ございますので、ぜひぜひ格安で借りれますので、ね、この本当にこの期間だけです、うん、それで借りれるのは、ね、なのでぜひぜひプライベートな上映とかね、お一人でもご家族でも、ね、恋人同士でもいいので、ぜひぜひ。3時間でできるやつは上映会してます。そうですね。ああ、そうね、そうね、はい、上映会ね、はい、あ、そうか、はいはいはい、ね、で1年間撮ったねビデオを、うん、ここで大きいスクリーンで見てもらっても、そうそうそう、そうあればね、何でもかけれますので、ぜひぜひお越しください。こちらの予約締め切りが18日日曜日、明日までとなっております。はい、明日までにご予約していただくと、こちら借りれますのでお願いいたします。はい、そして26日はカバの日です。はい、カバの日最後、今年最後年内最後、ね、はい、年内最後ということで、はい、14時からと17時から、はい、ちょっと時間変わっておりますのでお気をつけくださいませ、はい、料金は1500円となっております。はい、はい、ぜひぜひ、ね、なので監督も来られると思います。はい、監督も来られますので、はい、一応毎回来てくれてますね。はい、そうですね、はい、はい、嬉しいです。できる機会に、はい、お越しください、はい、お願いいたします。はい、はい、以上です。以上です。はい、はい、ではでは行きますよ。今日も、はい、今日のグッチョー。やったやったやった。はい、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 どうもの休日。出ましたね。オードリー・ヘップバーン。もう不朽の名作ですね。はい、もう大好きです。はい、もうね、いろんな。CM とかでもね、いや、まあまあまあ CM でもね使われてますね。有名な CM もね、そう、有名な CM があってね、はい、それをやってたりとか、なんかめっちゃ憧れるんですよね、うん、そのやってみたいこのシーンを、うん、なんか再現一緒になんかやってみたいなっていうとか、うん、ベスパに乗りたい。ベスパね、ベスパ乗りたいよな。乗りたい。あそこローマですよ。ローマですよ、ローマですよ、はい、はい、はい、広場でね、ジェラート食べてね、ジェラート食べたい、スペイン広場で、スペイン広場で、
あとは真実の口とかね。そうそうそう、あのこのこれをね、これをやりたいね。なんか真実の口ってなんかすごいなんかもうデカデカとあるのかなと思って、ね、今なんかは普通のでっかい道路の横になんか柵があって、うん、そこスーッと入っていったらこっちの壁にポコンってありますから、ね、こんなことにあるんやっていうところになんか観光なんかアップルウォッチが反応しました。アップルウォッチが反応してしまいました。はい。と、はいはい、いうようなところにあるような真実とかね。うん、あとトレビの入れるとかね。うん、ありますね。コイン投げるところ。コイン投げるところですね。はい、はい、もう本当にね、観光ムービーとしてはこれ以上ないぐらいのムービーですよね。ああ、ですよね、はい。もうほんまにそこの観光を、ま、回りたいってほんまに思うし。ね、全然歩いていける距離。うん。遠いなと思ったけども、結構歩いてる。稼いでください。ローマの休日旅行ができるようにですね、皆さん、はい、稼がしてあげてください。マテリアルに皆さん来ていただいたら私ローマに行けますのでお願いいたします。何の話？何の個人的あれや。はいはい。前編だって白黒ですもんね。そうですね。白黒映画を。新鮮ですよね。そう。うん。見たらすごいこのスクリーンでね、実はねみんな結構知られてないんですけど、うん、オードリー・ヘップバーンって身長高いんですよ。170cm ぐらい、だけど、うん、可愛らしく見えるようにものすごい工夫されるから、だからあの彼女が立ってる横に立つ時に、あの足元まで見えない。だからいかに小さく見せるかみたいなことが実はこの作品の中にすごい詰まってる。へすごい。そうなんですよ。意外とみんなね、ヘッドバーンって言うと可愛らしいと思ってるから、ちっちゃいみたいなイメージがあるんだけど、背高い。あの一番最初の靴のシーンとかそういうのがなんか伏線があるわけ。だから普段あんまヒール履いたはれ。はいはい。だからヒール履いちゃうとすっごい高くなっちゃうんで、あのヒールを履かないで撮影したりで、あの、足が映るシーンでヒール履いてる。そういう感じですね。まあいろいろあるんですよ。でね、見てもらうとね、また面白く見えると思いますよね。はい。こちらローマの休日は、はい、来年1月6日に楽しみたいと思いますので、はい、ぜひぜひお越しください。はい。はい。ってことはい。ですね、終わったよ。終わり。はい。はい。ということで、いきますよ。今日のグッジョブでした。はい。はい、ということでエンディングでございます。はい、まあもう今日もあの駆け抜けてまいりましたけども、はい、なんか今日すごいなんかテンションがなんか変な感じだった。なんかリズムがなんかもうね、なんか面白い感じになってますけどね。はい。楽しい、楽しかったですね。どうでした？やってみて。もう今この抜けてる感じがすごい、抜けてる感じがね、すごいです、素敵ですよね。はい、いつもね、ほんまにふわーってした感じなんですけど、なんかね、教育関係とかこういうことを喋るときすごいし、ね、しっかり喋るから素敵でしたよ。撮影現場での彼女もいやいや、めっちゃそのすごい仕事ができる人で、はい、あれ2人いるんじゃないかなって思いますよね。めっちゃ仕事できる方。で今見たらどうですか。いやー、なんか親しみやすい。うまいな、うまいな、うまいこと言うたな。親しみやすいだよね。親しみやすい。ね、もう本当にあの、ね、カメラの前でも、もうちょっとしっかりして、ね、はい、もう漢字の間違い描いせよって感じですけど、はい、それでですね、はい、来週はなんと24日ですよ、はい、ね、土曜日24日なので配信、クリスマスイブ配信なんですよ、はい、はい、ということで特別企画というか、はい、やっていきたいと思ってるんで、はい、楽しみにしていただきたいんですが、なんとゲストが、はい、来ますね、来ます、はい、はい、歌ってくれる、歌ですね。僕一応リクエストはしてるんですけど、どんな歌になってるのかちょっと分かんないんですけど、はい、何が来るのかは分かりません。はい、これが、ここでね、たまにミニライブを、そうなんです、音楽ライブをしている、はい、来年ですね。はい、来年。ラクザさん。はい、ラクザさん。はい、ラクザさんが、はい、来年の1月27日にもライブしてくれるんですけど、はい、もう、はい、来週ゲストで。はい、いただけるということで、ね、一応これあのプレゼン扱いですよね。プレゼン扱い、プレゼン扱いですよね。はい、プレゼンしに来る。あの今年最後の丸バツになりますんで、そうですね。
めっちゃ楽しみや俺。歌って歌って、ね、そう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 、歌ってもらってる。喋ってるわけないで、ね。そうそう。でもずっと喋っててもいけそう。楽器持って喋ってるような10分間喋りそうですけど、ね。あのともちゃんってめちゃめちゃ面白いんですよ。うん、もうさましたが、うん、ね、楽器持ちながら喋ってる。なるほど。ジャミセンとアコースティックギター。なるほどなるほど。はい。お二人がお二人、来られそうなんで皆さん、期待して、はい、ぜひ楽座にね、どんなプレゼンをしてくれるのか、そうですね、はい、歌うのか、歌うのか、一応歌ってって言ってるんですよ。クリスマスやからなんかクリスマスっぽいの歌ってね、はい、言ってました言ってました、言ってるんですけど、はい、さあどんな、まあね、もうほとんど歌わずになんか喋って何をするのかね、あの途中で切られるかもしれないよね。どうなるんでしょう、楽しみにしておきたいと思います、はい、皆さん楽しみにしてください。はい、はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、さよなら。